はい。今回の動画は、Excel で年度を求める方法をご紹介します。で、日本では毎年4月の1日から新しい年度が始まって、翌年の3月31日までが同じ年度になります。なので、今回の表で言うと、この2019年の1月の2日というのは、2019年にはなってるんですけども、年度としては2018年で、で、例えばこの2019年の4月の10日というのはですね、新しい年度になって2019年度になります。 この年度を求めるにはですね、Excel では If 関数を使うことによって求めることができますんで、そのやり方をね、やってみたいと思います。それでは年度を求めたいセルですね、今回で言うとこの一番上のね、セルを選択した状態で、この関数の挿入ボタンをクリックします。はい。で、まずは If 関数を入れてきますんで、この関数の分類のところはですね、論理を選択をしてもらって、この If 関数を選択をして、OK ボタンをクリックします。 はい。で、この最初の論理式のところには、この左側の日付のところから月を求めたいので、マウス関数を使ってですね、月を求めます。で、関数の中に関数を入れる場合はですね、左上のね、今これ If という風に出てますけども、この右側のこの矢印のところをクリックをしてください。で、次にその他の関数というところをクリックします。 で、マウス関数の分類はですね、日付時刻というところにありますんで、ちょっと下にね、M のところまで下がってもらうと、このマウスというのがありますんで、こちらを選択をして、OK ボタンをクリックします。で、マウス関数のシリアル値は、この左側のこの日付のところですね、こちらのセル。今回でいうと、この A の2のセルを選択をします。これでもう一度、IF 関数の方に戻りますんで、この数式バーのところにあるこの IF というところの上でね、マウスをクリックしてください。 で今回は年度を求めたいので、この月のところが1月か2月か3月だったら1つ前の年度になるわけなので、このですね、今入れたマンス関数の右側をクリックしてもらって、ここにですね、3以下だったらというね、数式ですね。こういった形で入れてください。 で、次にこの値が真の場合というところですね。こちらをクリックしてもらって、この月が3以下だったら、今これはね、日付が2019になってますけども、この2019から1つ引いてですね、2018にすればいいので、まずはここにイヤー関数を入れます。 それでは先ほどと一緒でですね、この画面の左上のね、この矢印のところをクリックをしてもらって、その他の関数を選択をして、今度はイヤー関数なんで、同じくね、イヤー関数は日付時刻の中にありますんで、これはずっと下の方のね、Y のところに下がってもらって、このイヤーを選択をして、OK ボタンをクリックします。で、このシリアル値のところは先ほどと一緒で、この A の2のセルですね。これでもう一度 IF 関数に戻りますんで、数式バーの IF の上をですね、クリックをして IF 関数に戻ります。 で、今回の論理式はですね、このね、月がですね、3位以下だったら、一つ前の年度にしたいので、このイヤーのね、この右側をクリックしてもらって、マイナス1というふうに入力をしてください。はい、そうすると今これ右側に2018っていうふうに出てますけども、今このね、A の2のセルが2019年1月の2日という日付なので、ここからマイナス1をして2018年度というふうにね、計算されているのがわかると思います。 はい。で、次にこの値が偽の場合ですね。これは数字が3より大きかったらですね。まあ、要は4月以降であれば、そのままですね、この2019年度という形にすればいいので、もう一度ここでイヤー関数を使いますんで、先ほどのね、この左上の矢印のところをクリックしてもらって、まあ、一度イヤー関数使ってますんで、この中にイヤーという候補が出てくると思いますんで、こちらのイヤーを選択をします。で、今回のシリアル値はこのまま A の2のセルを選択をします。 これで関数の入力は完了になりますんで、OK ボタンで終了をしてください。はい、そうすると今この一番上のね、B の2のセルのところは2019年1月の2日という日付なので、この2019年からマイナス1をして2018年度というふうに表示されました。で、あとこれはですね、下はこのままコピーをします。 はい。そうするとですね、今この一番上の2019年の1月の2日は2018というふうに入って、2019年の4月の10日はですね、この2019年度と。で、さらに下の方を見ていくとですね、2020年の例えばこの2月の18日は2019年度になっていて、この2020年の5月の1日は2020というふうになっているのがわかると思います。 はい。といったことで今回の動画では、Excel で年度を求める方法をご紹介しましたけども、関数にね、ちょっとあんまり慣れてないという方はですね、少し難しく感じるかもしれないですけどもね、Excel で年度を求めたいと言ったときはですね、ぜひ参考にしてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。